毎年1月26日は文化財防火デーですが、神殿などが国の重要文化財に指定されている阿蘇市一宮町の阿蘇神社でも、防火デーに合わせて平成29年1月26日、消防訓練が行われました。訓練は阿蘇神社境内にある建物から出火したという想定で行われ、神職や工事関係者らおよそ20人が参加しました。まず訓練の手順を確認して、神職と工事関係者が3人1組となって火元を確認し、神社売店に通報し、備え付けの消火設備を使って放水して初期消火に当たりました。阿蘇神社では毎年文化財防火デーに合わせて、地元消防団や阿蘇広域消防本部から消防車が出動して大掛かりな消火訓練を行ってきました。しかし今年は、昨年4月に発生した熊本地震で重要文化財の楼門などが倒壊して現在再建工事が行われているため、神社の自衛消防隊と工事関係者だけで行われました。火事です。はい、金銭所の後ろから。はい。文化財防火デーは昭和24年1月26日に法隆寺金堂の壁画が火災によって焼けたために、この日が文化財防火デーに制定されました。阿蘇神社の神殿や楼門など6棟の建物は平成19年6月に国の重要文化財の指定を受けていますが、昨年4月に発生した熊本地震で楼門などに甚大な被害が出て、現在再建に向けての工事が行われています。